ヒッティーンの戦いは、エルサレム王国とアイユー部長のサラーフティーン率いるイスラム勢力の間に起こった戦い。この戦いに勝利したサラーフティーンは、新軍を継続して、同年10月に聖地エルサレムの奪回に成功し、エルサレム王国を崩壊寸前まで追い込んだ。地名については、ハティーン・アルホティーンとも言う。戦場は、ティベリア近郊、死火山の後で、 ヒッティーンの核と呼ばれる二つの丘のある地域で、アッコにより東へ向かう道から、北側の山地を抜けて、ティベリアへと向かう、道の途上にある。ローマ人により建設されたダルブ・アルハワルナフ街道は、地中海沿岸より、ガリラヤ湖を経て、ヨルダンの浅瀬へと東西に通じる主要道路であった。1187年7月2日、サラーフッティーンは、 わずかな手勢を率いてこの街道を東に向かい、ガリラヤ湖西岸の町、ティベリアをほとんど制圧し、さらに、トリボリー博レーモンド3世の妻イスチバのいるティベリアの城塞を包囲した。その時、レーモンド3世とエルサレムを、リード・リュジニャンは十字軍の主力部隊を伴って、アッコンに滞在していた。彼らは1200人の騎士と2万人近くの不評、及びエルサレム王国防衛のために、 イングランド王ヘンリー2世が金で雇った数千人の傭兵から構成されていた。レーモンド3世は、アッコンからティベリアへ、まっすぐ進軍すれば、サラーフーティーンの思う壺になってしまう恐れがあったため、守るに有利なセフォレアの地に寄るべきだと主張した。しかしギード・デュジニャンは、この主張に対する、臆病者という非難や十字軍内における、レーモンド3世の発言力を抑えたかったことから、 ティベリアへ急行するよう命令した。一方、サラーフッティーンは、要塞を包囲するよりも野戦に誘い込んだ方が十字軍を容易に撃破できることを計算していた。7月3日、セフォリアより進軍を開始した十字軍は、早速サラーフッティーンの軍によるゲリラ的な攻撃に悩まされた。同日午後、サラーフッティーンは、カファルセッテに約3万人の軍を集結させ、 十字軍の迎撃に出発した。十字軍は大きくテンプル騎士団、エルサレム王国軍、ホスピタル騎士団の三つの部隊に分けられていたが、後衛のテンプル騎士団が絶え間なく襲撃を受けたため、全体の新軍が地帯してしまった。このため水もなく一日中交軍した十字軍は、途中の平地でやえせざるを得なくなった。彼らを包囲したサラーフッティーンは、 夜英地の周囲より夜通し海屋で攻撃し、急速の暇を与えなかった。7月4日の朝、喉の渇きに苦しみ式の低下していた十字軍は、夜英地よりハッティーンの丘にある泉に向かった。しかしその途上に伏せていたサラーフッティーンの軍が十字軍を分断するように攻撃を開始した。レーモンド三世は、この状況を突破しようとして指揮下の騎士と共に突撃したが、 二度目の突撃により、本体と分断されてしまい、ハッティーンの丘への退却を余儀なくされた。また混乱に陥った十字軍のほとんどの不評は、ハッティーンの丘に向かって、敗走を始めた。騎士を守る不評がいなくなったため、敵の弓騎兵により馬がいたおされてしまい、騎士は徒歩で戦わねばならなくなり彼らも劣勢になり、ハッティーンの丘に向かって敗走した。 ハッティーンの丘に包囲された十字軍は、サラーフッティーンの軍に向かって三度絶望的な突撃を敢行したが、いずれも打ち破られてしまった。サラーフッティーンは、最終的に、リード・リュジニアンやテンプル騎士団総長、ジェラルド・ドライド・フォートやホスピタル騎士団総長など十字軍の多くを捕虜にした。同じく捕虜になったルノード・シャティオンは、この十年来休戦条約を犯して、 イスラム教徒の商人や巡礼者に対する虐殺を続けており、ルノーによって襲撃され殺害された対象の中には、サラーフッティーンの姉妹も含まれていたと言われ、さらには、後悔に戦断を出して、真っ赤を犯そうと試みたこともあったため、サラーフッティーンの前に引き出されると、直ちに処刑された。別の記録によるとサラーフッティーン自らが彼を処刑したとも言う。またこの時、 キリスト教徒にとっては重要な聖遺物である聖十字架も奪われた。およそ3000人の十字軍兵士は逃れることができた。一方捕虜になった者のうち、浮遊な家の者は身ロキ金と交換に解放された。またギード・ルュジニャンはサラーフッティーンに紳士的な扱いを受け、後に解放された。十字軍の主力を壊滅させたサラーフッティーンは快進撃を続け、 9月中旬までに、アッコン、ナブルス、ヤフファ、トロン、シドン、ベイルート、アスカロンなどの諸都市を次々と奪還した。1187年10月2日には、聖地エルサレムを陥落させ、エルサレム王国は滅亡寸前まで追い込まれた。これによりパレスチナの地に建てられた十字軍国家はいくつかの拠点を除くほとんどが崩壊した。 またヒッティーンでの十字軍の壊滅的な敗北とイスラム勢力による聖地エルサレムの奪回がヨーロッパに伝えられ第三回十字軍の直接的動機となった。ありがとうございます。